写真拡大。投げるたびに周囲を驚かせる。侍ジャパン高校代表に選出された大船渡佐々木朗望み投手。3年は26日の侍ジャパン大学代表との壮行試合に先発し、1回を無失点2奪三振。投げ込んだ直球は全て150キロ超えと、28,436 人の観衆を沸かせた。夢だった甲子園の地は踏めなかったが、その過程でも強烈なインパクトを残した。今夏の岩手大会、盛岡4との4回戦、194球の熱投で12回を投げ抜き、毎回の21奪三振。8回に公式戦では花巻、東、大谷、現エンゼルスに並ぶ160キロを計測。極めつけは打者として延長12回に右翼へ決勝ツーランを放ってみせた。球史にも残るような激戦でファンはもちろん、共にプレーした大船渡ナインの心も奪っていた。吉田昇先輩野手、2年はオーダーに乗った速球を遊撃から体感。初めてです。感動しましたと目を輝かせていた。木下大広志外野手、3年はネクストバッターズサークルで佐々木の一発を目の当たりにした。すごいんだなって言うだけですね。やっぱあいつはすごいんだなと思いましたとしみじみ。佐々木から受けたハイタッチで腕を持っていかれそうになった痛みとともに記憶に残るシーンとなった。注目を浴び続ける佐々木に対し、当初チームメイトの意識はフラットだった。印象的なのが6月末の和田銀太投手、3年の言葉。周りから見たらすごいんだと思うんですけど、いつもどんな風にトレーニングをしているとか分かっているので、160キロを投げて当然だろうとは思っています。努力を知っているからこその感覚が、あの一戦を機に変わったように映った。剛腕はファンの、対戦相手の、そして仲間の想像さえも超えてきた。次なる舞台は30日から開幕予定の U18 ワット杯。右手中指にできた血まめの影響が心配される中で、まだ世界一になったことがないので、世界一を取りたいと力を込める。望みが叶うとき、佐々木が世界中の野球ファンを魅了しているに違いない。デイリースポーツ佐藤孝久。